こんにちは、投資家の村松です。それではこれよりサムネイルにもあるように口座凍結をするけど稼げる手法というものを教えていきたいと思います。そもそもなぜ今回このような動画を公開するのか、それはですね、私のもとに、クラブ生、コミュニティ生の方からこのようなメッセージが届いたことが理由です。名前の方は伏せさせていただきますが、月曜から火曜の昼までの間に100万以上稼いだら口座凍結したということでした。まあ、1日で100万円を稼げることはできましたが、結果的に凍結をしてしまう結果にはなってしまったということです。まあ、それでも100万円稼げるというのはすごいことです。そこで今回は絶対に真似してはいけないけど100万円を1日で稼げる手法をいくつかご紹介していきます。口座凍結をした際には右側のメールにもあるようにハイローから内容証明のメールが届きます。まあ、こういったメールが届いてしまったらもう口座凍結という形で、まあ、出金とか入金とか、あとはまあ取引の金額とかそういったところがまあ制限かかってしまうということですね。今回の動画では100万円を1日で稼げる手法をいくつかご紹介していきますが、これはですね、悪用現金です。絶対に口座凍結はしない方がいいので、あくまでもこういう方法があるんだよくらいで、真似だけは絶対にしないようにしてください。まず一つ目としては、今回凍結してしまった方が実践した手法ですね。シリウスのサインだけでエントリー。シリウスというのは私が無料で配布しているサインツールになります。今チャート画面に表示しているものがこちらシリウスです。まあ、私はトレード手法的に17通貨の中から好きな通貨だけを選択して取引をしているんですけれど、まあ、サインがですね、例えばドル円とか開きますけどサインが表示されています。まあ、このサインをもとにトレードをするというやり方をしたようです。また実践トレードについてはこちらの動画でもご紹介しているのでご確認くださいね。ただし正しい使い方をすれば凍結を回避することができますが、ルール通りに取引をしないでサインだけでトレードをすれば今回の例のように口座凍結ということもあるようですね。まあ、今回、口座凍結の連絡が来たのは、これまでで確か2年ぐらいやってて3件ぐらいだったと思うんですけど、まあ、同じくねシリウスのサインだけでトレードをしている人が口座凍結の対象になりました。まあ、それだけ勝てるサインツールということですけど、コミュニティの方ではしっかりと口座凍結をしないやり方というものも教えていますので、しっかりとルール通りに取引をしてほしいなと思います。まあ、こちらはですね、一応私が配布しているシリウスを使ったトレードで、まあ、100万円稼いで凍結をしてしまったということで、まあ、しっかりとこちらの方とは LINE の方で連絡を取り合って、まあ、サポートなりで解決の方はしておきたいと思います。続いて2点目としては鬼スキャという手法です。その名の通り鬼のように短期売買スキャルピングを使うからこの名前を使っていました。最近始めた方は知らないとは思いますが、約4年か5年前くらいにハイローの致命的な欠点を見つけてそこを攻略した30秒ターボを使った取引手法です。では早速実践の方していきたいと思います。もちろんね、自分の口座を使って、凍結してしまうのは嫌なのでデモ口座の方で実践をしていきます。それでは早速実践の方していきます。この手法の特徴は MT4 を使わないというやり方です。まあ、やり方としてはまず通貨ペアの選択をします。まあ、30秒のターボを見てください。ですね、だいたい今が深夜の12時ぐらいなんですけれども、まあ、このトレードのやり方っていうのは結構昼とか午前中、値段が結構動いていない時ですね、そういった時に、使うやり方です。まあ、今はちょっとまあ例として、トレードしていきますけれども、まあ、値段がね、意外と今この時間すごく動いちゃってるので、まあこの手法使えないんですけど、何かいいチャートがあれば少し準備してやっていこうかなと思います。まあ、このニュージーエンとかが近いですからね、本当はもっとこのチャート、この黄色のチャートがぐーっともうまっすぐ平行になっている時が狙い目です。で、しっかりと通貨ペア選びの方も簡単ですし、まあ、また気になる方は LINE の方で送ってください。で、通貨ペア選びさえしっかりとすればこの手法を実践することが可能です。
まあ、やり方としては30秒の間に上下に結構ジグザグしている通過ペアを選択し、上でロー、下に来たらハイを繰り返していきます。今このニュージェンの方のチャート見てますけど、まあ、このライン、今のラインを中心として、今はそうですね、下がってます。だからハイ、今のラインを中心にしてハイで、注文の方をしていきたいと思います。あ、今上がっちゃったんでローで注文の方、はい、成立しました。でただしこちら今あのデモ講座の方で実践をしています。でこの種の特徴として、少しでも今のラインを下回った時には、すぐにハイを注文していくというような感じです。はい、下回りましたね。今このラインを中心にして、取引の方をしているんで、まあ、こういう感じで、鬼のようにもうスキャルピングをして取引をしていくという感じです。今はまだ注文の方をしていきませんけど、まあ、少し下回ってきたら、はい、こことね、同じラインまで到達したんで、ハイでエントリーをする。本当に MT4 を使ったチャート分析とかも一切必要としない、そんなやり方です。これが鬼スキャというやり方ですね。はい、これだけです。この手法で私は1日に100万円以上稼いだ経験もありますし、私以外にも、まあ、何名かその一緒にハイローをやってたトレーダー仲間がいたんですけど、その方たちももう毎日100万円稼いでたみたいな、ボーナスみたいな時がありました。さらにですね、MT4 も使用しないので、まあ、今はなくなっちゃったんですけど、まあ、スマホだけでもハイローってできるじゃないですか。なので電車の中でサクッと取引して100万円稼いだりなんてことももうザラにありました。しかしこの手法では凍結をします。まあ、理由としてはこのスキャルピングがハイローの条項に違反をしているからです。ハイローの利用条件について少し見ていきましょう。まあ、しっかりとね、今取引したところ、すごく注文したところ、ほぼ全て勝てていますね。まあ、これぐらい本当にかなり強力なんですよ。ただ今の時間でやってるからちょっと勝率の方悪くなってしまいますけど、お昼とかにやってたらもう少し勝率今でも高いかなとは思います。では、契約条件の方を見ていきます。まあ、ハイローの利用条件ね、すっごく長いんですけど、まあ、簡単に検索して、まあ、スキャルピングと検索して、その条項のところを、まあ、見ていきたいと思います。はい、禁止行為、こちらの部分見てください。禁止行為とは以降の事項を含みますが、これらに限定されるものではありません。まあ、要するにハイローの禁止行為について、書いてるっていうような感じですね。でそこに、ここの P のところにスキャルピングのような異常売買もしくは取引量の急激かつ重大な変化と発行者が考える事態に関係する取引パターン、まあ本当誰も見ないようなところに、注意書きとして書かれています。またスキャルピングの売買が注文としてダメだよとか、まあ、その取引を停止しますよっていう文面は、まあ、いくつかね、書いてあるので、まあ、こちら気になる方は、ハイローの利用条項の方を見て、ちょっとスキャルピングがダメだというところを再認識してみてください。まあ本当に誰も見ないような箇所に注意事項が書かれていますが、一応しっかりと明記されているのでスキャルピングはやめましょう。取引量の変化に応じてということなので、まあ、連打とかももちろん NG ですね。そしてこの手法は残念ながら今は稼ぐのはかなり厳しいかなとは思います。なぜなら、先ほど冒頭でも言いましたけど、4年から5年ぐらい前ぐらいに、まあ、ハイローの致命的な欠点を見つけたと言いましたけど、その当時には同点ルールというものがありましたが、現在は廃止されています。しっかりとレートが上下していてレンジ状態であれば、負けることはあっても最低限同点で入れた資金がそのまま返還されるというようなルールでした。ただ現在はその同点でも負け判定になってしまいます。つまり今この手法をやったとしても結局、ハイローの2分の1手数料負けになってしまうだけなので、あまりおすすめはできません。それでは続いて最後3点目の、口座凍結するけど1日で100万円稼げる手法を紹介していきます。3点目としては簡単に言えば難品手法です。これはですね、昔に私が作ったプラネットというサインツールで実践をしていきます。まあ、使い方としてはサインで全部エントリーして負けたら時は難品をするというような手法です。で、使い方としてはもうこのターボの1分で、トレードの方をします。
で、まあ今動画用に分かりやすくドル円の方を表示しているんですけど、まあ5ドルで今ちょうどね、トレードの方ができるっていうサインが表示されましたので、早速実践の方していきます。5ドルですね。5ドルでバイのサイン、買いのサインが出たよっていう感じですね。はい、買いのサインが出たようなので、ここでもう注文していきます。はい、ここで注文しました。で、この手法なんですけど、確定足でもいいんですけど、正直サインを見逃してしまうということが一番怖いので、もうサインが出たらすぐ反応するっていうような感じでやってました。で、5円の方もサイン出てますね。これ、はい、はいで注文していきます。本当にこんな短期決戦のスピード勝負でサインが表示されたらすぐ反応するみたいな手法でした。もう今思えば本当ありえないんですけど、あ、5円の1分、はい、すぐサイン出ましたね。もう1回1分、注文です。これはもう難品なので、しっかりとここで勝つ時までやるっていうような感じです。で、当時の手法を思い出したんですけど、この手法は負けた時に金額を倍にするというようなマーチン手法も使用してやっていきます。はい、でドル円で出ましたね。はい、ドル円で、はい、で注文、最初は1000円注文していきます。まあ負けて最後はもう取り返してでもう一度やるみたいな、そしてまた、勝った時負けた時は同じことを実践して繰り返すっていうような手法です。まあ、なので、ポジション的にはずっとこのように負け続けていることがあるっていうような手法でした。ただ、金額としては大量に、そうですね、200万とか300万とかはぶっ込んでおいて、で1000円2000円から始めていくということなので、結論として、まあ勝率としては、すごく悪いものでした。ただ稼げたか稼げてないかでいうと、しっかりと毎月利益の方は出すことができていました。ただこれは資本金がすごくあって1000円でトレードをしていて、で金額もマーチンゲールをしっかりとやる、こういったルールにのっとってやっていましたし、でサインの本数もすごく多かったですけど、これはもう期待値での計算みたいな感じだったので、もうとにかく全部反応して取引をするというようなやり方でした。まあ、今動画収録しているので全部のサインに本当に反応することなんてできませんし、まあ、当時はもうスマホだけで操作していて、もう MT4 を見ててみたいな、スマホも2台用意してぐらいの感じでやってたんですね。まあ、そういった感じでずっとやっていて、結果としては口座凍結しました。ただこのプラネットを使って取引していくっていうところで、そのサインツールが勝てるっていうロジックの勉強にもなりましたし、それよりもそのサインツールを使ったトレードで稼げるっていう可能性もすごく見出したんですね。しっかりと購入金額はいくらにするとか、で負けた時はいくらにしてとか、そういったその期待値とか統計学的な部分の走りでもあった、もう本当思い出深いサインツールです。まあ、ていうか悪い癖ではあったんですけど、これを使っていた時はすごいもうギャンブル精神じゃないですけど、本当に楽しかった思い出があります。ただ私の目標として、この YouTube チャンネルを通じてハイローのダークで少しネガティブなイメージというところを払拭したいという思いもありますので、まあ今後も動画の内容によってはこのプラネットを実践して、まあ、デモ講座とかで本当に稼げるのかとか、その裁量面的なところも発信できていけばいいかなとは思っております。まあ、動画の内容によっては今後使っていくということです。まあ、というのも私が現在使用しているサインツールシリウスとは今のプラネットは外観も全然違いますし、サインだけ表示しているっていう感じなので、すごくシンプルな作りもにもなっていて、動画映えとかするようなものでもないです。ただしそれがもう本当に本物だという証なんですけどね。まあこのツールは悪いものではなかったんですが、まあ口座凍結をしてしまったというところで、まあ振り出しに戻ってしまったんですね。もうマーチンゲールで金額を設定するわけなんですけど、口座凍結をした時は1回の取引上限っていうのが5000円とかに決められちゃうんですよ。そしたらもうマーチンゲールも使えないし、このプラネットがある意味っていうのもなくなってしまいました。そこで振り出しに戻り、まあ、デザインからロジック、それまでを全て一新し、進化させたものが皆さんに無料で配布をしているシリウスになります。では最後にまとめをしますが、
廃炉で口座凍結をするというのは埃でも何でもありません。一度や二度であればプロの BO トレーダーの誰もが経験はあると思いますが、皆さんその経験を生かして現在は口座凍結をかいくぐりながらトレードで稼いでいます。1日で100万円を稼ぐことよりも1ヶ月プラス5万円だけでもいいです。1ヶ月プラス5万円でもいいから凍結なしで廃炉のルールを守ってトレードしましょう。なぜなら10万円から始めたとしても1ヶ月5万円稼ぐ能力があれば10万円から15万円にして、15万円から 22.5 万円にして、 22.5 万円から33万7500円にして、で、まあ、33万円から約50万円、4ヶ月後には50万円が達成です。そして続けていけば毎月100万円稼ぐことも夢ではありません。たった1日で100万円稼いで口座凍結をしてしまうことよりも毎月コンスタントに安定的に100万円稼ぐ方が絶対にいいです。今日の動画では3つ絶対に真似はしてはいけないけど100万円を1日で稼げる手法をいくつかご紹介しましたが、このような手法もあるんだ程度で見ておいてください。それでは最後に私からご連絡の方させていただきます。今回動画で使用したシリウス、こちらをですね無料でお配りしております。またこちらの LINE アットを追加していただくことで完全紹介制養成講座というものにご招待をいたします。完全紹介制養成講座内ではこの YouTube では話せないような、まあ、廃炉の取引の仕組みであったり、そのトレードでどうすれば勝てるのかであったりということを講座形式で、しっかりとご紹介の方していっております。完全紹介制養成講座に登録する方法はこちらです。まず LINE アットに登録をしてください。そしてこちら紹介制となっておりますので招待コード5536と私までメッセージをお願いします。そしてメッセージを受け取ったら即システムの方配布をさせていただいておりますので、まあ、今回の動画を見てシリウスが欲しくなったとか、廃炉についてもっと詳しく村松さんから話が聞きたいよという方は必ず LINE の方ご登録していただければと思います。それでは本日の動画は以上で終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。